ありがとう。私は何を応援されているのかはよくわからないけれど、とりあえず何かしら頑張るよ。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。はい、じゃあ早速マンションを見てこう。相変わらず友達マークがいっぱいあるぞ。ちーたんくん、いいねいいね、いい笑顔やったよ今。ほい、それじゃあモカタン、ほい入るよ。一瞬怒っとんかと思った。大丈夫やったね。グッモーニング。さきと友達になりたいです。お、さきちゃん、いいねいいね、紹介するよ。どんな話をすれば仲良くなれそうですか。さきちゃん、どうやろ。世間話、いや、面白い話。アドバイスありがとうございます。いえいえ。では、ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。きっと仲良くなれるよ。だって面白い話だもの。あれは向かい側の扉が見えとんかな。なんかこう二重に扉がなっとるとかそういうこと。なんかいつもさ、さきちゃんの部屋見よって思うのが、なんかちょっとノルマ表みたいなの貼っとるやんか。あれでなんか一人だけズバ抜けてノルマをこうグッて達成しとる人がおるんよね。お、マジで？大して面白い話じゃなかったんじゃないのかそれ。人前ではカッコつけていないタイプです。あー、でもそういうのはわかるよ、何気にね。カッコつけていて、カッコつけ、男じゃないけんカッコつけとは違うかもしれんけど。ほい、じゃあチラシ寿司をどうぞ。いただきます。私さ、なんかあの回転寿司とかああいう寿司、握り寿司は好きなんやけど、チラシ寿司好きじゃないんよね、なんでかわからんけど。これもあげます。お、なになに。実用品、お風呂セットをもらいました、ありがとう。ほい、それじゃあ次の友達マーク、あいかちゃん。うん、怒っていらっしゃるぞ。あいかちゃんはちょっと怒ってるな。こっちかな。いや、うん、多分むーちゃんと喧嘩をしている。あやちゃん入るよ。おお、入れなかった。あ、友達マークいっぱいある。あー、マジか。ってことはあっちも喧嘩だな。ほい、じゃああやちゃん入るよ。さっきあやちゃんとゆうやさんは見えとったけど、黒髪さん見えんかった一瞬。おはようです。おはようです。新しい服が欲しいです。お、服着替える。それ結構可愛かったと思うけどね。それじゃあこれはショートパンツとカーデ、女の子向けのショートパンツとクシュクシュソックス、クシュクシュソックス、キュートでしょ。あ、これショートパンツやったんや。なんかよくわからんかったんよね。今ちょっと秋っぽい格好しとるやんか、おしゃれな感じの。お、結構気に入ったようです。よかったよかった。これにこれもあげます。なになに。私そういうクシュクシュソックスっていうのをさ、履かんけんさ。実用品、お風呂セットをもらいました、ありがとう。寝てる人の顔にタッチすると、この後は言えないです。顔にいたずら書きね。なんか私が履くのって普通の、ほんと普通のソックスとか、スニーカーソックスとか、あとタイツとか。基本的にピッチリ系やけんさ、そういうクシュクシュとか、ダボダボとか、ないんよね。ほい、それじゃあ、琴葉ちゃん入るよ。なんかすごい綺麗に体操座りしとったけど。おはようです。おはようです。怒った時に使う言葉も教えてください。怒った時に使う言葉、怒った時、クソ、言葉が悪い。さしすせそ、そしてちょっと破裂音にしてみよう。くそ。くそ。でいいですか？いいよいいよ。はい、わかりました。女の子っぽくはないけど。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ道具で、鏡を、どうぞ。道具、鏡をプレゼントしました。
マンレノくん、いい人なんや。友達同士じゃないとわからんこととかいっぱいあるよね。ほい、それじゃあ、ベーコンでも、どうぞ。いただきます。なんか、人の評判とかってさ、なんていうん、こう、人からの自分の評判とかって、なんか本人に直接、なんか、いい人だよね、みたいな言われるより、なんか人づてに、誰々くんって、なんか誰々くんが、君のことをいい人だって言ってたよ、みたいな。なんかちょっと人づてに言われた方が、好感度が上がるらしいよ。お。え？あ、なになになに？あれか、ヘアアクセサリー外した？気に入らんかったんかな？うおー、すげえ。鏡をしまい込んだよ。そしてどこかへ旅立っていくらしい。あ、ごめんね。今の体勢すごかったね。おはようございます。おはようございます。靴下になれそうで出ません。お、それは私の出番だね。手伝うよ、ぜひぜひ。ほい、それじゃあ羽で鼻のあたりをこすってくしゃみを出してあげましょう。出してあげましょうじゃないか。あげましょうじゃないか。あげようじゃないか。あー、あと一回でこんかったら多分ちょっと。おっしゃ、来たー。よかったよかった。ありがとうございました。いえいえ。くしゃみを出させてもらうときにも帽子を取るっていう礼儀の正しさね、みんなの。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。自分が風邪薬飲んだ方がいいんじゃないの？牛乳を買うときは手前じゃなく奥から取ります。なるほどね。でもああいうのってなんかたまにさ、手前から取っても奥から取っても同じなときとかあることない？まあ賞味期限だけを見よるだけじゃないんやと思うけどね。人が触ったとかそういうのも多分気にしとんやと思うけど。ほい、吉原くん入るよ。まあでもそれって徹底的に突き詰めたら店員さんも触っとんやけどね。お久しぶりです。ごめんごめん。お、お腹すいた？それじゃあ、たこ焼きでもどうぞ。ほい。いただきます。ほいほい。たこ焼き美味しいよね。手軽に食べれる感じが好きよ。お、結構美味しかったようです。お礼にこれもあげます。お、なになに？実用品、胃腸薬をもらいました。ありがとう。あゆなのそっくりさんのことは、ひなのみんなで応援してますよ。ありがとう。私は何を応援されているのかはよくわからないけれど。とりあえず、何かしら頑張るよ。ほい、それじゃあ、愛知に入るよ。超テンション高いね。めっちゃ走り回りよるね。わあ、お久しぶりです。お久しぶりです。私が落ち込んだ時に使う言葉は、なのですが、変えた方がいいですか？今すんげー、声のトーンが下がったね。うん、このままでいいと思うよ。はい、わかりました。トーンもすごい良かったよ。グーグー。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ道具で、この辺ひとしきり上げとるね。じゃあ、テニスラケット。ほい、どうぞ。道具、テニスラケットをプレゼントしました。そっちの世界の私も、私みたいな感じでしょうか？まあ、ブロッコリーは被ってないかもしれんけど、個性的なものが好きなんかもしれんね。ほい、それじゃあ、イカスミスパゲッティでもどうぞ。いただきます。こういうのってさ、なんかデートとかで食べれなそうよね。歯が真っ黒になりそう。結構美味しかったようです。食べたことないけど結構なんか、ね、つくんじゃない？バラエティとかで見よったらそんな感じ。ほい、それじゃあ、ノアくん入るよ。あやちゃんと一緒にノリノリやね。あゆなのそっくりさんに久々に会った気がします。お久しぶり。お腹が空きました。お、お腹空いた？ね、それじゃあもんじゃ焼きでも。お、もんじゃ焼きがあげたいの。ほい、どうぞ。いただきます。ほいほい、どう？
まあまあ美味しかったようです。まあまあか。微妙だね。口笛も吹いちゃダメですよ。そうよ、夜に口笛を吹いちゃダメよ。なんか何回言っても、アスムはね、ずっとなんか夜に口笛とか吹き寄ったけれども。おお、あ、ここキングと喧嘩しよったん、アイカちゃん。入るよ、ちょっと落ち着いて。いろいろと投げては危険なものがいっぱい投げられているけど。クソ。クソじゃないよ、落ち着け。アイカと喧嘩しました。腹が立ちます。ほらほら、相手は女の子だからね。仲直りして、ちょっと冷静に。さあ、甘いものでも食べようじゃないの。ね、ミルフィーユでも。いただきます。ミルフィーユってなんかね、あの食感とかいいと思うけど、ポロ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 崩れるのがちょっとね。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。お、ちゃんと謝ってきてね。許してもらおう。アイカちゃんずっとプン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 なっとるけん、この間はごめんなさい。許してあげて。どう？こちらこそごめんなさい。おお、よかった。なかなかプンプンが消えんけんさ、ちょっとダメかなって思った一瞬。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。お、なになに？実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。子犬と一緒にゲームで遊びたいです。おー、いいねいいね。家に呼ぶ？小夢さんの家に行く？まあ、どっちでもよろしいけど。全然普通に犬と遊んでるじゃないか。ほい、それじゃあハットくん入るよ。めっちゃぜいぜい言いよる。ストレス発散？グッモーニング。くしゃみが出そうで出ません。お、二人目だね。手伝うよ。ぜひぜひ。カツラ外したんだね。おお、すっきりしました。いいねいいね。私がしてあげなくてもできたんじゃないのか。ありがとうございました。いえいえ、ハッピーにその髪型似合っとるよ。これにこれもあげます。なんか、8匹でさ、おみこしとか書き寄る人って結構こわもてない人とか多いけんね。道ですれ違うとき、大抵相手と同じ方向に避けちゃいます。あの現象には名前はないんかな？なんか前にさ、テレビかなんかで検討されよったような気がするけど、名前は結局ついていなかったのかな？ほい、それじゃあ姉ちゃん入るよ。ご機嫌やご機嫌。2週間ぶりくらいですか？はるなのそっくりさん。お久しぶり。新しいインテリアが欲しいです。お、インテリア変える？じゃあね、どこがいいかな。新たなインテリア。それじゃあ、シンプルすぎる。シンプルすぎる。ディスコ、独房、なりきん。結構もうね、見たことあるとこが増えてきた。ファーストフードスタイル。毎日ファーストフードの人ならこんな部屋。美味しい匂いが部屋中に漂います。え、本物？おー、いいね、いいね。とてもいい部屋で気に入りました。お、よかったよかった。あれはハンバーガー型のソファーかな。見てくよ、もちろん。ほら、ちょい、こっちがソファーかな。ドアップ。落ち着きはしない気がするけど、まあ面白いよね。あれ、ドアのさ、ドアノブが、ウィンナー。いいね、いいね。このポテトは一体何なんやろ。すげえ散乱しとるけど。こっちにまで。そして、床はピザ。大事にします。ぜひぜひ大事にしてね。旅行の計画は一緒に行く人に全部任せちゃいます。一緒に考えてあげてよ。考えるのもきっと楽しみの一つだから。
ほい、それじゃあ、焼き鳥でも。ほい、どうぞ。いただきます。焼き鳥は、やっぱり一番は皮が人気があるんかなって感じするけど、最近、焼き鳥の種類もなんか増えてきたよね、コンビニとかで。前からあるんかもしれんけど。私がね、コンビニぐらいでしか焼き鳥を見かけんけん、そういう感じなんかもしれんけど。ほい、それじゃあ体重計でも。どうぞ。私はね、つくねがあんまり好きじゃないんよね。なんか、スープとかに入っとるような、あれはつみれか。つくねじゃなかった。なんか、ああいうのも好きじゃないし。なんやろ、すりつぶして固めとるようなのが好きじゃないんかな。つみれってそういうやつやろ？で、つくねもそんな感じやんか。つみれもつくねも好きではない。ミートボールがギリかなっていう感じ。わーい、めっちゃ喜びよった。ほい、アイちゃん入るよ。おー、入れてない。アイちゃーん。え、アイちゃん亡くなった。ここだったわ。なんかさっきすごい、モデルさんみたいやったけど。おはようです。おはようです。スタイルがいいからいいね。お、なんでもいい来たよ。ということは、なんでもいいということは、アボカドを。ほい、どうぞ。おー、ごめんね。いただきます。ほいほい、どうぞ。どう？おいしい？すごくおいしかったようです。よかったよかった。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ、犬レンタル券を。そして返してもらうのは、Nintendo3DSLL。ほい。道具、犬レンタル券をプレゼントしました。ちょっとした失敗は、すぐ忘れちゃいます。それでいいよ。前向きに生きていくべきだ。ほい、それじゃあ、めっちゃ元気に走り回りよったね。ほい、みんなに募金を募ります。じゃんじゃん入れてね。やっぱり結婚組は背が高いな。ね。今日は27,100円集まりました。おい、ありがとう。そして、朝市。さあ、今日は？お、キウイやん。いらっしゃい。やったね、キウイ。あおちゃん大好物じゃなかった？なぜ素通りするの？宇宙に飛んでいくほど大好きでしょ？ほい、それじゃあ、ミニュース見てこう。お願いします。巨大な足跡が見つかる。コーンフレークが浜。足跡は全長5メートルほどの大きさで、高さが最大で50センチ。でも明らかに犬の足跡なんよね。猫かもしれんけど。てかさ、こういうミーニュースの時ってね、ミーのみんながちょっと普通の人と同じ投資になったりとかするんやけど。やましいことがあるんだな。見バレしたらちょっといかんみたいな。ありがとう。ほい、それじゃあみんないろんな場所に行っとるね。浜辺。ほう、なんか中村さんは黄昏れてるし、向こうでは二人が。あれは誰？なんかウキウキした感じのはゆうやさんかな。ゆうやさんと、ゆなちゃんかな。どういう状態だよ。シートぐらい引けばいいのに。ほい、そして喫茶店。お、喫茶店ではゆうきちゃんかな。ティナちゃんか。外をじっと見ながら、これで外をさ、人がなんか通りかかったりとかしたら面白いのに。通りかかったりとかはしないのか。てか、外何も見えんかったね。ほい、それじゃあ遊園地。一人か？一人だな。
誰かと一緒に来ているとかではないの。ほい、そして公園。シャボン玉かな。お？違う。一人なんかめっちゃ寝よる。あれ、こっちがゆなちゃん？さっき浜辺にいませんでした、あなた。違う人かな。あ、でも髪の毛に何もつけてなかったけん違う人か。ほい、それじゃあ。ひらめさん入るよ。なんか考え事？誰かと友達になる？おはようございます。おはようございます。リーのこともよく知らないのですが、僕とリーと違いそうですか？うんうん、いいと思うよ。相性バッチリ。ちょっと気になってきました。ぜひぜひちょっと会話してみてね、友達になれるかどうか。みんなに隠れてお金儲けしたいと思っています。へえ、みんなにも教えてよ、そのお金儲けの方法。みんなで金持ちになろう。まあそしたら意味ないんか。島中がお金持ちとかになったら結局物価は上がるんだな。ほい、それじゃあピザでもどうぞ。ほい、いただきます。なんか外国とかではさ、ピザってもっと大きいし分厚いし、やのに安いしって感じやけど、日本ってさ、ペラペラでもなんかすごい高いよね。なんでやろ。どういうことなんやろ。なんか材料費とかが違うんかな。ほい、それじゃあ、レイカちゃん。入れね。友達マーク増えたな。ほい、レイカちゃん入るよ。これから今から誰かと遊ぶ？おはようです。おはようです。友達になりたいです。おお、紹介するよ。どんな感じで話したら仲良くなりそうですか？ね、礼儀正しく、まあ初対面やけんね。ありがとうございます。ではちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。頭からキノコが生えているルカちゃん、かわいいよね。あ、でもなんかああいう髪飾りあったらちょっと個性的でいいね。自分はつけんと思うけど。お、仲良くなれた。やっぱり礼儀って大事ね。うまくいきました。ありがとうございます。親しき中にも礼儀ありっていうぐらいやけんね。おー、よかったよかった。これにこれをあげます。なになに？実用品、万華鏡をもらいました。ありがとう。今日は何かいいことありそうです。お、いいねいいね。もうルンルンやもんね。友達も増えたし、きっといい日だ。ほい、それじゃあ、エビチリでもどうぞ。ほい。いただきます。こぼさんように気をつけてね。お、すごく美味しかった。よかったよかった。食べ物も好きやし、レベルも上がるし、いい日だな、確実に。ほい、それじゃあ道具で Wii U をどうぞ。そしてゲームももらえると。じゃんじゃん遊んでね。お、いいねいいね。早速一緒に2人でゲーム。負けてんじゃないの？ルンルン気分で負けてんじゃないの？大丈夫？どこを見てるの？画面は見てないよね。パッドの方の画面見ようかな。ほい、それじゃあ翔くん入るよ。今日は誰も来てないよね。あゆなのそっくりさんに久々に会った気がします。お久しぶり。くしゃみが出そうで出ません。お、それは私が手伝うべきだね。みんなくしゃみ出しすぎじゃない？そういうシーズンかな。春もそうやったけど、秋もやっぱり花粉か。まあでも花粉症って一年中あるっぽいけんね。何かしらの花粉は飛びよって、どの花粉で自分が花粉症になるんかわからんねやろ。お、でも一回かかったら治らんっていうけん大変よね。そういうのもそのうち治せる技術みたいなのが出てくるんかな。ね、最近医療めちゃくちゃ発達しよるけんね、びっくりするよね。ほい、それじゃあ道具で
化粧品とか使ったらさ、ビジュアル系になりそうじゃない？道具、化粧品セットをプレゼントしました。なになに？お、実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。ユーナとは、すごく気が合います。おー、いいね、いいね。男女の友情って素晴らしいよ。ほい、それじゃあ。女の子と一緒におしゃれしよる男の子ってなんかいいね。素敵だと思うよ。お、来た来た。なんか普通に女の子みたいなんやけど。なんか普通にちょっと美人系じゃない？なんだよ。マニキュアまで塗り出した本格的だな。でもビジュアル系の人もさ、結構なんか黒いマニキュア塗っとったりとかする人は多いよね、男の人でも。ほい、それじゃあ、ライ君、入るよ。私はマニキュア塗るとしたら、薄いピンクのやつやね。おはようございます。おはようございます。はじめ、友達を紹介したいのですが。お、誰誰？紹介するのはどうでしょうか？おー、いいんじゃない？てか、あの二人繋がってなかったっけ？ちょっとびっくりなんやけど。ね。じゃあ、世間話行くか。まあ、2人とも彼氏だ旦那だおるけど、いきなり恋愛の話って言ってもねっていうちょっと現実的なことを言うけど、まあ、でも実際現実やったら逆に普通に最初から恋愛話する子もいっぱいおるけどね。めっちゃ盛り上がっとるやん。びっくりした。あんだけ盛り上がって友達にならんのかと思った。上辺だけ怖。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。よかったよかった。三人でもいっぱい遊んでね。お礼にこれもあげます。なになに？実用品、スライドパズルをもらいました。ありがとう。この間、リンは風邪薬もくれました。おー、優しい。優しいね、リンちゃん。やっぱ私だけじゃないよね、頼みよるの。みんなにもらいよんや。ほい、それじゃあ、こんにゃくどうぞ。いただきます。どう？あんまり美味しくなかったか。残念。気に入るかなって思ったんやけど。こんにゃくやけどね、ただの。ほい、それじゃあ、一軒家の方を見てみようか。結構おるね。せつなさんとさきちゃん、そしてチャーリーさんとあきちゃん、そしてあすむとユニポンちゃん。じゃあちょっとお呼び出しを。せつなさん、ごめんね、仲良くしよるところに。来たこれ。第二恋人がいたらと思うのですが、お、紹介してあげる？ユマピーとくっつけるのはどう思いますか？ユマピーちゃんね、うん、いいと思うよ。それでは、二人も合わせてみます。お、私も一緒に陰で見守るよ。お、楽しそうやね。ユマピーちゃんはなんかちょっとね、垂れ目気味で、女の子らしい可愛い感じするよね。なんか優しそうな雰囲気やけん、きっと男の子も安心するはず。あー、ここはあまり良くなそうやよね。誰に手振りよんやろ、あれ子供たちに手振りよんかな。一応、あー、ほら2箇所でちょっとダメやったらね、友達でもないかな。悲しげだ。合わなかったみたいです。合わなかったか。でもね、二箇所以外は普通に楽しそうやったもんね。行きましょう。合わせても仕方ないですの。今の失敗のことかな。まあのんびりね、のんびり。きっとそのうちいい人がね、見つかるけん。ほい、それじゃあ。
それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかすごいテンション高いんやけど、いいかぼちゃでも取れたかな。